కనుజువాని ఒంగోగా పొతుండో హనసెన్నాయి నగరము. నిగురిరే ఈ తాయి కొతో స్థాయోతో స్థిత.何回もあの日を読んでいながら内容をほとんど覚えていない。日本に住んでいながら日本語が話せない。彼はお金がありながら全く使おうとしない。買いましょう。JLPT N2 文法何々ながらも例文紹介。何々けれどもという意味になります。こんにちは、日本語勉強チャンネルの佐藤です。この動画では JLPTN2 の文法、何々ながらもの例文を紹介していきます。何々けれどもという意味になります。接続は名詞、動詞のマス形、内形、イ形容詞、な形容詞の辞書形、内形です。それでは早速勉強していきましょう。例文1。水島さんのことを好きではないながらも2年間も恋人同士でいる。
水島さんのことを好きではないながらも2年間も恋人同士でいる。接続はな形容詞ない形の好きではないです。好きなの内形、好きではないです。好きではないけれどもという意味です。こんなに楽しそうに笑っているのに水島さんのことを好きではないということですが、どちらが水島さんなのでしょうか。すごい笑っていますね。手を叩いて笑い合っています。でも水島さんのことを好きではないんですね。はい、次の例文です。例文2、日本語勉強チャンネルはふざけた例文が多いながらもとても勉強になる。日本語勉強チャンネルはふざけた例文が多いながらもとても勉強になる。接続は E 形容詞辞書形の多いです。多いけれどもという意味です。これは何々一方だの文法の時の画像ですが、佐藤さんのおならは臭くなる一方だなんてふざけた例文が多いのですが、とても勉強になるんですと私佐藤は思っています。そうだといいなと思っています。あなたも私と同じように勉強になるよと思っていただけるなら、この動画のコメント欄に一言残してください。こんにちはなど挨拶だけでも良いので一言書き込んでくださいね。よろしくお願いします。はい、次です。例文3、上田さんは普段優しいながらも怒るととてつもなく怖い。上田さんは普段優しいながらも怒るととてつもなく怖い。接続は E 形容詞辞書形の優しいです。優しいけれどもという意味です。とてつもなくはとてもと同じです。同じ意味です。指さして怒っていますよ。怖いですね。何を怒っているんですかね。例えば左の画像でいらっしゃいませって言ってて、右の画像で帰れ出て行けって言ってるんですかね。怖っ。はい、次の例文に行きます。例文4、菊池さんはサボりながらもしっかりと仕事を終わらせる。菊池さんはサボりながらもしっかりと仕事を終わらせる。接続は動詞マス形のサボりです。サボりますのサボりです。サボるけれどもという意味です。仕事中にゲームをしてサボっていますが、しっかりと仕事を終わらせるという菊池さん、要領がいいのですね、きっと。